おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。2023年8月14日午前12時、フィリピンのマニラで国家捜査局 NBI の職員がパサイ市、パラニャーケ市およびブラカン州のスタールに連続して侵入し、偽の高級品の価値が2600万ペソに達する商品を押収しました。 NBI 知的財産研部の報告によると、偽の製品の保管と販売に関する情報が入手された後、8月9日に捜査令状をもとに侵入が行われました。オペレーターたちはブラカン州ギギント地区のタベバラン街にある6つの倉庫、パサイ市のショッピングモール内の4つのスタール、およびパラナケ市のショッピングモール内の1つのスタールに順番に突入しました。この一連の作戦でルイ・ヴィトンの偽ブランドバッグなど1588個の商品が押収されました。これらは様々なスタールに散らばっており、オンライン市場でも販売されていました。これらの倉庫とスタールの所有者はフィリピンの知的財産法に違反する罪で告発される予定です。情報は以上です。続いてのニュースです。カローカン警察が麻薬取引を阻止する作戦で先頭に立ち、首都圏警察本部 NCRPO によって認められました。フィリピン、マニラ、一連の強化された麻薬取引阻止作戦により、カローカン市警察署が首都圏警察本部 NCRPO によって最優秀麻薬作戦警察署として認定されました。マニラ首都圏警察本部のジョセメレンシオナルタテス巡省、メトロマニラ評議会およびサンファン市の市長フランシスコ・ハビエル・ザモラ、フィリピン麻薬取締局 NCR のフランシスコ・ハビエル・ザモラとともに、カローカン市警察署のユベン・ラクエスタ大佐への表彰式に出席しました。2022年5月から2023年6月までラクエスタ氏のチームは合計8700万ペソに達する7万グラムの違法薬物を押収しました。ナルタテス氏によれば、これはフィリピン国家警察 PNP の麻薬撲滅捜査が続いていることを示す兆候に過ぎず、メトロマニラ地域における犯罪組織の麻薬取引が続くことを許さないと述べています。一方、カローカン市市長のデール・ゴンザロ・アロング・マラピタン氏はラクエスタ大佐の麻薬取締り作戦を称賛しました。マラピタン氏によれば、違法薬物の悪影響は個々の人々に対する影響が大きく、警察は徐々にこれに対抗するために警戒する必要があると述べています。彼はカローカン市を薬物のない都市にすることを目指しています。私たちはカローカン市警察署の受けた賞に非常に満足しています。これは市内での違法薬物との戦いに対する彼らの継続的な努力を示していますとマラプタン氏は述べています。マラプタン氏はカンカルーの若者たちに市政府及び市警察署の取り組みに協力するよう呼びかけ、コミュニティを清潔にし住民の福祉を守ることを求めています。情報は以上となります。最後までお付き合いいただき大変ありがとうございました。今日もニュースをピックアップしました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。